サポーターの方にもハードワークしてるんだって、いい試合してるんだっていうのを見せていきたいなと思ってます。本当にオレンジの日が最後に笑っていられるように頑張りたいと思います。6月15日土曜日、エスパルス VS 横浜 F マリノス。今まで悔しい思いをいろいろしてきましたけど、まあ、ちょっと違う種類の悔しさを味わって、まあ、それをまあバネにいい意味でそれをポジティブに捉えて、この何試合か、まあ、ゲームにワイワイ出れてるので、しっかりゲームにぶつけられてるなと思います。まずは全員がしっかりハードワークして、まあ、やるべきチームがやるべきことっていうのを全員が理解して、まあ、それに向かって本当一つになっているなという、まあ、メンタル的にもみんな本当充実してるし、はい、非常にいい雰囲気でやれてると思います。まあ、練習の中から非常に厳しくなったかな、まあ、球際もすごい激しくなったし、切り替えも早くなったし、まあ、いい意味で本当ピリッとした雰囲気でみんなやれてると思います。はい、そうですね。まあ僕もちろん含めですけど、若い選手がね、思い切ってできる環境っていうのは、まあ、僕らの役目だと思うし、まあ、それによってエスパルスが本当上行くっていう、まあ、直結すると思うんで、まあ、若い選手が本当に自分の力を最大限発揮できるようなサポートだったり、まあ、その辺はいつもしていきたいなとは思ってますね。はい、まあとにかく今やってることをぶれずに、まあ、ハードワーク本当みんな やれてるし、まあ、それが少しずつ実ってきてると思うので、まあ、こうサポーターの方が見てて、たとえまあ負けたとしても本当にあよくやったって言ってもらえるような試合を増やして、それを勝ちにしっかりつなげてっていうのがこれからの課題だと思うんで、はい、その辺をしっかりサポーターの方にもハードワークしてるんだって、いい試合してるんだっていうのを見せていきたいなと思ってます。6月15日土曜日、エスパルス VS 横浜 F マリノス。そうですね、本当に、まあ、なかなか出番がもらえずに、まあ、苦しい時期が続きましたけど、本当にアイスタのピッチに立った時にはやっぱりその気持ちもやっぱりどっかに飛んでたっていうのがすごく気持ちよかったですね。まあ、あのオレンジのユニフォームが揺れるアイスタでプレーできるっていうのはすごく幸せなことですし、ずっと追い求めてきたことなので、まあ、まず一つクリアできたかなと思います。まあ、少しずつプレースピードにも慣れ始めましたし、まあ、本当にあとは得点が欲しいところで、途中出場から得点を奪うことができればチームのためにもなると思いますし、自分が一つステップアップするためにも得点が必要だと思うので、本当に得点にこだわるというところはしっかりやりたいと思います。やっぱり途中出場で出させていただくっていうからには、やっぱり何か流れが悪い時間だったり、そのチームにとって苦しい時間に投入されると思うので、まあ、それをなんとか断ち切りたいという思いで、まあ、必死にプレーした結果だと思うので、まあ、それは自信を持ってこれからも続けていきたいと思いますし、まあ、でもやっぱ選手としてはスタメンに出て初めから試合に出たいというのがやっぱり一番の気持ちなので、ああいうプレーをスタメンで出た時にできるようにしっかり準備したいと思います。そうですね、やっぱり相手の特徴も分かっていますし、僕たちが準備することも分かっているので、それをしっかり準備してチーム一丸となってしっかり、まあ、アイスターですし、まあ、サポーターの皆さんにも一緒に戦っていただいて、本当にオレンジのユニフォームが最後に笑っていられるように頑張りたいと思います。そうですね、やっぱりハードワークっていうキーワードのもと今チームはまとまってますし、そこは外さずにしっかり続けたいと思いますし、まあ、あとは本当に守備のところでチームに貢献することが大事だと思うので、しっかり守備でしつこく粘って
ボールを奪ってショートカウンターにつなげるであったり、本当にゴールに向かってプレーできる機会が作れればチームにとっても助かると思うので、得点に関してはしっかりゴールに向かってプレーしたいと思います、はい、チームに求められることはすごく嬉しいことですし、サポーターの皆さんに、まあ、頑張ってって言われるのは本当に嬉しいことなので、それをしっかりパワーに変えてチームのために戦えるように準備したいと思います、はい、中断明けのホームゲームです。全員で戦って勝利をつかみ取りましょう。応援よろしくお願いします。6月15日土曜日、エスパルス VS 横浜 F マリノス。